故郷の星を逃れた超能力生物エスパー星人の2人は光の両親に姿を借りて地球に亡命した。このことを光は知らない。エスパー星人の2人は密かに超能力を使って光の叔父であり光波エネルギー研究所の所長である浅川博士の研究に力を貸して7つの力を持つ強化服を完成。これを光に着せて高速エスパーと名付けた。パパパパパビューンと空を行く。光より速いのさ、輝く強化服かっこいいぞ。僕らの高速エスパー。ピピピピピキュンと誰か呼ぶ。ピピピピキュンと誰か呼ぶ。すぐに行く、助けるぞ。7つの能力かっこいいぞ。僕らの高速エスパー。これがこの光波エネルギー研究所で長年研究してきた光波ロケットです。このロケットの特徴は大気圏外に入ってからこの先端の部分が作動して、外れるのです。そしてこのお椀型の部分が宇宙にある光すべてを動力化して推進するロケット、こう考えていただくといいでしょう。なるほど。では今度の打ち上げの目的はその新型ロケットの性能実験ということですね。それもある。しかしもう一つの重要な狙いはアルファ星からの表面物質の採集です。ほう、表面物質。ご存知のようにアルファ星は地球の温度と最も近く、将来宇宙旅行が自由になった際、人類移住の可能性が一番高いとされている星です。そこで新型ロケットの性能実験を兼ね、このシグマ3号をアルファ星に打ち込む。あのマジックハンドで表面物質を採集して人類に危険なガス、細菌、微生物の有無を調べて、やがて近い将来、人を乗せたロケットをアルファ星に送る有力な資料にしようというわけです。で、実験成功の見込みは？科学者というものは常に 100% の成功を狙って実験するものです。秒読み開始。
浅川博士、大成功でしたね。ありがとう、山川さん。君のご助力を感謝します。さ、どうぞ。これで我が高エネルギー研究所が開発した太陽動力エンジンの成果がまた一つ増えましたね。うん、君たちの協力のおかげだよ。私も鼻が高いな。ほう、私も鼻高いです。ん、私鼻高い、違いますか？いや、あなたはもともと、いやいや、その鼻じゃない。どの鼻？弱ったな。どうも日本語というやつはこんがらかっていかん。アルファ星に打ち込まれたシグマ3号は予定通りアルファ星表面物質の採集に成功。地球に向かって航行していた。だが、もっと詳しく頼みます。待ってたけど。博士、原因は判明したんですか？爆発した原因というが、我々の方にもまだ何のデータも入っておらんのだ。しかし浅川博士、ロケットは大気圏に再突入する際に爆発してるんですよ。これは太陽動力エンジンの故障か、ロケット本体そのものの欠陥なのか。そんなバカな。エンジンは実験段階から故障など一度も起こしたことはなかった。ロケット本体にしても当研企業で開発した特殊合金だ。大気圏再突入のショックぐらいで爆発するはずは全くないのだ。じゃあなぜ？わからん。ただ言えることは、電力を上げて原因を調査すること、それだけだ。出家する。とにかく、爆発寸前までロケットの機能は完全だったんです。それが突如爆発を起こすとは考えられません。私もそう思う。レーダーでも異常は発見できなかったのでしょう。少なくとも爆発までは正確に捕捉してましたし。というと爆発以後は？それが爆発と同時に急に目標が消えて。そんなはずはない。あれほどの大型ロケットだ。たとえ爆発で分解してもその破片がレーダーでキャッチできたはずだ。そうです。あの特殊合金爆発の熱ぐらいでは決して解けません。しかし現実にレーダーには何も映らなかったんです。となれば大気圏内で突如消滅したとしか考えられんでしょう。せめて破片でも手に入れば原因究明の手がかりになるのだが、とにかくこのままでは今後のロケット打ち上げは絶望的だ。どうしたんだ静香？ちょっと心配なことがあるんです。例のロケットの事故のことだね。ええ。それが議論星人と関係があるのではないかと、そう考えているんだね。気になるのはロケットの胴体が消滅したってことです。覚えてるでしょ、私たちのいた星エスパー星にも金属を食う微生物がいたこと。無論覚えている。そのために我々は金属を使うことを捨てて、あらゆる機材をウルトラプラスチックに切り替えたんだからね。もしあの微生物が地球にまで流れてきたとしたら。何だって？今の地球人にはウルトラプラスチックを開発する力はありませんわ。それに私たちエスパー星人と違ってあの微生物に対する抵抗力もできていません。それはその通りだが、心配することはなかろう。あの微生物は地球時間でいう100年も前に我々の手で遠い宇宙空間へ吹き飛ばしてしまったはずだよ。でも議論星人の超能力ならそれを地球近くまで引き寄せることができるかもしれません。君はあのロケットが微生物に侵されて爆発したとでも？ええ、それも議論星人の地球侵略の道具として。Thank you.
雪かと思ったんです。近づいたら綿が動いてて、その後のレールが溶けちまってたんです。ブレーキどころかあっという間に脱線して、気がついたらですよ、転がってる機関車が半分溶けて爆発したんですよ。あの綿だ。皆さん逃げてください。金属を侵し人を襲う異様な物質が恐るべき速度で蔓延し、金属の乗り物は脱線、墜落、衝突の恐れがあるという事態が発生したのである。おう、島の博士も。ええ、宇宙生物研究所でも非常招集を受けまして。見てください、島の博士が採集された例の物体です。これです。これはシグマ3号の破片だ。やはりそうでしたか。で、この物体は。おそらく未知の星から飛来した生物の一種ではないかと思います。生物？ええ、糸状の物体が飛び金属に寄生すると立ちどころに増え始める。我々の知らない微生物としか考えられません。それが地球の温度で異常な増殖を始めているんです。するとシグマ3号が消滅したのは、ひょっとするとこの微生物に食われたのかもしれん。博士、自衛隊が出動しました。何？自衛隊が？あの物体は熱も薬液も受け付けないそうです。それどころか戦車数台があっという間に爆破されて。戦車も？ええ、これは恐るべき生物だ。島野博士、何とか撃退する方法はありませんか。このままでは日本中が、いや、この地球はあの微生物に覆い尽くされて、金属という金属は全て爆破されてしまいますぞ。熱にも薬品にも強いとなると、おそらく絶望でしょう。そんな、無論できる限りの手は打っています。もっともこの物体の性質が分かればですが。これほどうまくいくとは思わなかった。見ろ、鉄道も車も全部止まったぞ。それもっとやれ。地球上の金属をすべて食い尽くすのだ。人間の生活はめちゃくちゃになるぞ。人間の建物は破壊される。食うものもなくなる。地球上の人間はすべて滅亡だ。6号鉄橋は朝に侵食されて落下しました。ん？それから7号鉄橋も。何？避難民の中に相当数の犠牲者が出た模様で、目下懸命に救出中です。隊長、我々はこうして手をこまぬいているしか日本を救う方法はないんです。よし、水を使おう。水ですって？うん、消火栓を使ってホースで綿を流し飛ばすんだ。しかしそんなことをしたら水圧が下がって万一火災が発生したとき大変なことになります。何手はない。今や事態は火災よりも重大なんだ。
して水道本館が浸食され、古東地区では出水による被害が続発しています。なんだと。もはや万策つきました。とうとう恐るべき事態が起こってしまった。行きましょう、私たちも。地球人のためにあの微生物と戦おうというのか。ええ、私たち以外にあの微生物を知ってるものはないんです。いかん。昔あの微生物を撃退した時は大勢のエスパー星人が力を合わせた。今はこの宇宙に君と私だけだ。でも地球を守るためにやれるだけはやらなければなりません。分かっている。しかし我々に何ができるというのだ。あの微生物の後ろには議論星人の超能力が控えているのだ。今我々が出れば我々がエスパー星人だということが分かってしまう。光にもだ。どうすればいいの、私たち。博士、このままでは人類は滅亡です。なんとか食い止めることができないのですか。よし、エスパーを呼ぼう。E.S.P.A.R. エスパー、もう私の心は読めているだろう。はい、あの物体をやっつけるんですね。そうだ。残念ながら我々にはあの物体の成分さえつかめない。今までにない危険が待ってると思う。しかし一秒争うんだ。頼むぞイスパー。大丈夫です。やつらだな。よし、残らず退治してやるぞ。レスリングだ。よし、これでもか。エスパーめ、とうとう出てきたな。そんな道具は役には立たんぞ。それ、エスパーをやっつけるのだ。正体は何だ。アルセイにいた下等生物。浅川さん、微生物の習性が分かりました。何ですって。これは研究所の水銀電池です。一度水銀に取り付いたこの微生物はもう他の金属には飛びつきません。するとこの微生物が一番好むのは水銀なんですな。そう考えられますね。水銀を使えばこの微生物を片付けられるかもしれん。よし。何ですか博士。エスパー、私の作戦は読み取ってくれたな。水銀はすでに集めてある。はい、わかりました。必ず成功してみせます。戻ってきました。
ビュンと空を行く、パパパパパ、ビュンと空を行く。光より速いのさ、輝く強化服かっこいいぞ。僕らの高速エスパガガガガガガンとどんな敵も、へいちゃらさ負けないぞ、 KO パンチだかっこいいぞ。僕らの高速エスパー。なんということだ。落とせ、エスパーのやつを地球に引きずり落とすのだ。電撃を合わせろ。エスパーを引き戻すのだ。助けるぞ、化けるもんか。かっこいいぞ、僕らの高速エスパー。ここまで来りゃ太陽の引力に引きつけられていくぞ。二度と地球へ来るな。パパパパパ、ビュンと燃えている。太陽のエネルギー、ファイトはまんまんかっこいいぞ。僕らの高速エスパー。